はい、どうも、サオでございます。本日はですね、この前の動画と引き続きガチャやっていこうかと思うんですが、次のガチャ来ると思うんですけど、6月30日まで、まだでも、被ってくるのか。でもこのね、分をね、引いてしまいましょう。50連行きましょうか。ちょっとね、引きがね、悪すぎる、かつ、SS 武器が2つしかないんですよね。1個被っちゃったんで。抜けろ。やば。1個しかねえし。ドーン、消化試合ですね、これは。来い。欲望メダルが溜まっていく。これやばくない？やば！増えて。頼むぞ。SS。パシャ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 。S の。おお。なんだこれ。やばいな。なんとも言えない。マジで。ほら、マジでやばくないっすか。バタ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 と。SS 出ない、こんなに。おお、ピノキオ。やば。ピノキオがサントスか。あと2回。頼む。紐抜けろ。抜けない。1個。ひぃ！ひどいな、これ。スレア。さあ、ラスト行きましょう。まあ。なんか、ひどいガチャだなっていうのをお伝えできればいいんでね。やばくない？この、常に1、2個っていう。で、Sレアは一切出なかったっていう感じで終わりそうですね。SS か、SS。行きましょうか、もう手で。うわ、ひどいな、マジで。はい。っていうことです。なんとも言えなさかやばいんですけど。メダル？欲望メダルいっぱい届いてんじゃないかな。この天井システムみたいのがありますけど、欲望メダルで。ここまでガチャをね、絞られてしまったら、皆さんまだ課金はやめておいた方がいいんじゃないかなって思ってしまいますけれども。いかがなものでしょうか。ということで、欲望メダル700たまりましたね。クリニック、ソーサラーがあるから、依存の回しを。これたまるかな ?30 日まで。だったらアリスクリニックと、シンデレラブレイカー取ってもいいんだけど。秘術の刃かな。秘術の刃を、取りましょう。じゃあ、これは、貯めて。ということです。はい。今回はね、もう何とも言えない。もうテンションも全く上がれないガチャです。でしたが、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。